皆さん、毎度毎度。はい、ネガティブ、渡辺先生。どうしたい？確かにね、一人でさ、美容室やってこもってるとね、さぞさ、人んちの店が忙しいんじゃないかと。で、渡辺先生あたりの年齢になると、ソバージュとか、聖子ちゃんカットとかね、いろいろ経験してくると思うんだよね。で、その頃ってのはね、本当にお客様が多かった。猫も杓子もパーマかけててね、本当に一人でやってる店でもね、一週間でパーマね、5本や10本使ってた。そういう時代っていうのはあったからね。で、それに比べると今はね、パーマ液なんか本当に一週間で1本までは OK じゃないけどね。パーマ液ね、注文するの忘れてもなんとかなっちゃうっていうね。で、こちらのお客様ね、20年ぶりぐらいにうちのお店に来たのかな。で、やっぱりちょっと引っ越ししたんだよね。で、うちからちょっと離れちゃってね。で、やっぱり子育て世代で忙しいからちょっとね、近所のお店あちこち行ってたらしいんだよね。でね、時間に余裕が取れるようになってね。で、実家がこちらだからね、どうしても親の面倒を見に来たりするんでね、ちょろちょろね。で、そのついでにまた来るようになってくれたんだけどね。で、話するとね、まあ昔はうち忙しかったけど、今じゃこんなもんだよ、でガラガラだろうなんつったらね、やっぱりこちらのお客様いろんなお店回ってて、今どこもこうでしたよって。もうどこのお店もね、もう昔の勢いはない。まあ確かにね、あのパーマ液のね、ディーラーの売り上げっていうのが本当激減してるんだからね。まあパーマがいかに少ないかだよね。で、あの渡辺先生なんかね、どんなお店でどういう立地でやってんのかわからないけどね、美容業はね、あの仕事が下手だったらね、どんな綺麗なお店でもね、どんなにいい立地でもね、倒産しちゃうからね。多分ね、あのネガティブなんて書いてるようだから、あの大した店で仕事してないと思うんだよね。立地も悪いと思うんだよね。それでもね、あの本当今までね、仕事してきた、まあお金が回ってるってことはね、下手じゃないんだからね、ネガティブになる必要ないよね。本当にね、そんな立地、そんな看板、そんなね店舗でね、よくやってんなって。やっぱりね、下手だったら本当潰れちゃうよね。で、潰れないってことはね、来たお客様がね、それなりにうまいって認めてるからね。確かにね、あの立地が悪い、店舗が古ぼけてる、まあ看板がちょっとね、いろいろ今風に合ってないとかね、やっぱりね、新規のお客さんの入りが悪くなるけどね。でもやってるってことはね、下手じゃないんだからね。あともうベテランなんだからね。こう我々ね、親父美容師、おばさん美容師になるとね、この30代40代、まあ40代前後のね、今仕事をね、柱でやってるような美容師にね、嫌われんだよ。ジジババがね、田舎のパーマかけてんじゃねえよ、これが本物のパーマだよとか言ってね、こういうおばさんパーマをね、太めで巻いてかかってねえとかね。そんなパーマやってんねみんな。細めで巻いたらチリチリだろとかね。そりゃパーマ液使い方分かってねえんだよ。で、パーマね。お客様、まだ予約なし。あ、まあ、来るときは来るけど、来ないときは来ないよ。9月は年金月間じゃないから少ないんじゃねえか、パーマ。CMC 届きました。匂いどうよ。匂い大したことないでしょ。はい、お疲れ様でした。